いやこんなんあったんや。あったんや。あれ、俺メガネは？あ、そこに置いてんのか。メガネはそこ置いたまんまや。ペヤングヌードルとか。ペヤングヌードルとかあんやね。うん。びっくりこいたわ。よし、食べようか。なら。パッ。はい、どうも。パテモス協会でございます。本日は、レタスチャーハン。実は昨日ね、チャーハン食ったんやけど、飲みに行ってね、やっぱちょっとチャーハン食べたい。胃もたれしてね、ダメかなと思ったけど、復活しました。そんな、一時です。で、これ、こんなん見たことある？ペヤングチャ、ペヤング。これ見たことある？これ。ペヤングヌードル。すげえパッケージとかかなりパンチ効いてるよ。シンプルな、このシンプルなこの感じのパッケージ。よくね、これ。思わず買っちゃったんやけど、どんな感じかというとね、チキンラーメンとかみたいな感じ。麺に味がついてて、上に火薬乗せてお湯注いで、最後このスパイスを送るっていうね。うん。あと、箸がないっていうね。箸がないわ。箸ない。箸ないわ。箸がない。うん。箸ないわ。箸あろてへんし、箸がないわ。割り箸とかないわ。あったわ。箸がない。うん。箸がないわ。箸やったんけど。よし、3分ぐらい経ったし食べようかな。じゃあ開けてみよっか。これね。これスパイスは多分、ビアングとかよくついてるスパイス。うわぁ。カップヌードルみたいな感じ。匂いめっちゃカップヌードルのオリジナル。コンパクトね。結構よくねこれ。いい感じのパッケージ。シンプルにやってるよ。中はね、こんな感じ。見えますか？こんな感じ、ほら。これが、もう味付き麺みたいなのに、火薬、エビとか、こんな、かまぼことか卵乗ってる。いやー、すげえっすわ。というわけで、いただきます。これちょっと楽しみやな。謎肉みたいなちっちゃいのも入ってるし。これはペヤングとかよく乗ってるのちっちゃい肉かな。細切れの。ちっちゃい、つぶ肉。エビ、ネギ、かまぼこ、卵。うん、入ってますね。いただきます。あ、スパイスや。あぶねー。忘れてた。あ、これもうスパイスやわ。まさしく、あれのスパイス。ペヤングにかけるスパイス。みたいな感じの。塩コショウみたいなやつ。いただきます。うまいかもしれん。安っぽ、うま。豚麺みたいな感じ。まあ、これは、まだ買っとこう。100円ぐらいやってん気がする。うん。うん。豚麺や。カップヌードルの麺の、半分ぐらいの、細さ。うん。だけど、うまいよ、これ。いや、これまた買っとこう。うん。この限りなく、C に近い B 級感の味、好き。うん。いただきます。こっちは、もやしと、ネギと、卵と、だけです。レタスです。いただきます。うん。うん、おいしい。もう湯気がね、寒くなってきたからね、湯気がね、うん。出る。うん。とっても出る。昨日の夜、魚民で、おっさん4人で、ね、同級生おっさん4人で、モンストやってたんですよ。飲み会ね。うん。悪霊大さん、いや、こう。うん。食べといてじゃん。亡霊やけど食べといてじゃん。7時半ぐらいからな。
で、とりあえず、ビール、頼んで。うん、うん、はい。出ろやじゃん。出な。妖怪きなこ。出ろや。でも出たらいいやん。はい。サンボと通り、妖怪サンボと。うん。で、あ、電話や。ちょっと待ってな。カット。仕事や。仕事やわ。でさ、おっさん4人で、もうそうやってて、頼んだのはね、とりあえず、卵焼き、卵じゃ、ゆで卵の中、何やってっけ、味付きゆで卵みたいなとか、あと、焼き鳥盛り合わせ、刺身盛り合わせ、いいひれ。唐揚げ、軟骨の唐揚げ、あの、何だっけ、馬刺し、フライドポテト、お好み焼き、カニチャーハン。うん。これ食べ、それ食べた。食べててね。うん。うん、忙しいな。忙しいわ。んでさ、それ食べて、ね。妄想してて。んでさ、鍋頼もうやってなって。ホルモン鍋。ほんでさ、ホルモン鍋頼んで、締めの麺まで食って、で、また妄想してて。もう一人、腹減ったなー言うて。また唐揚げと、フライドポテトと、カニチャーハン。あとね、エイヒレまた来てた。酒も飲んでね、結構。病気なると言っても、炭水化物と、そもそも食いすぎやろ、思て。俺自体も、結構飲みながら食うけどさ、ずっと。いや、半端ないな、思ってさ。お好み焼き、チャーハン、2個、もつ鍋の締め麺、これ何玉 ?4 玉 ?3 玉か4玉まあ全員、俺以外全員ね、何かしらのあの、医者からの注意を受けてますね。あと、ホタテ食べてた、ホタテとか、あ、小餅シハも食べてたわ。ホタテのバター焼きと、小餅シハも食べてた。んで、それ頼んだやつが、コレステロールが、抑えなあかんから、お前コレステロール赤のちゃうのってさ、大丈夫よ。薬飲んでから大丈夫って言ってた。そういう問題なんや、もんな。薬飲んでっから大丈夫って言ってたよ。うん。もう一人は、医者に、痛風ですって言われたけど、痛くないからって言ったけど、もうそのうち時間の問題ですって言われてて。で、もう一人は、朝起きたらすぐ、朝起きてすぐちょっと立てへんぐらい痛くて、親父に言ったら薬もらって、その薬飲んだら、もうめっちゃ楽になったって言ったら、それは痛風の薬やったというね。うん。もうね、寿命とかどうでもいいやろな。うん。まけに俺以外全員家庭持ちですし、一人なんてね、まあ、その、全員酒毎日飲んでるらしいけど、毎日スーパーかコンビニで、3号缶6本買って帰って、それを飲むって言った。毎日6本飲んでる。飯も食ってる。死ぬで。死ぬで。もう何年も続いてるよ、それが。うん。
飲まな寝れへんみたいな。すげえよな。ある意味。なんかその、いいねんって感じは、いろいろと、いろいろとええねん。まあ、まあええねん、みたいな感じのね。飲みすぎやつ、飲みすぎ食いすぎ、うん、若い食い方してるわ、うん、ホッケも食ってたな、そりゃホッケも食って、ホッケも食ってたけどさ、おい、横についてる大根おろしにかけた醤油が尋常じゃなくて、大根おろしが真っ黒になったから。チャーハンに塩かけて食ってたから。チャーハンとポテトに追い塩してくからね。追い塩。ポテトとかも、持った子、ジョリジョリすっから。クリだよ、あいつら。あんなもん食われへんわ。そんなおっさん4人で魚旅で妄想してました。お会計はね、4人で3万でした。うん。それぐらい行くよな。うん。電話になったんで、もうこの辺で終わりたいと思います。というわけで、パテモス協会でございました。体には気をつけて。ごちそうさまでした。